たいな感じ。え、これもうあぐらかいて待ってればいいんですか。今回のチャンピオンです。あぐらはやめな。女の子扱いしてくれんの。はぁ、女の子扱い。おい、やめてくれよ、ここで停停せんのは。マジで停停警報になります。お前にはだけは何言われてる。確かに、先生の代名詞みたいなところもここに。お前にだけは何言われてる。ちょっと本当に入れないんだけど、大丈夫。入る、絶対入る。あ、来た来た来た。おい、ホライゾンで。おい、落とすなって。どこやねん、お前ら。洋服どこ置いてきたんだよ。敵いないじゃん。ねえ、服着てない、やばいって。ねえ、え、服着てないじゃん。やばい、全裸で登場。え、待って、これ落ちたら服着て。そうだよ、俺のお下がりでも着てない。やばー。え、ちょっとそれはいいかも。カレーシャツ。えぇ、ー、まずいですよ。停停警報になりますか、もしかして。俺黙った方がいいかもしんないな。うるさくね、この人。お前の服だけどな、ちなみに。あ、俺か。見られたかどうかわかんないけどさ、なんか配信でさ、好みのさ、なんか、うん、髪型聞かれて、誰か知り合いの立ち絵とかで表せたら一番簡単だなと思って、立ち絵見ててさ、肩くらいにつくかつかないかくらいのさ、髪の毛が好きなのよ。ミディアムくらいのさ、そうそう、ボブみたいな、ちょっとミディアムみたいな、ちょうどいい人がいてさ。誰？レイドくんなんだよね。ねえ、怖い。この流れで来るの。レイドくんってよくよく見るとなんかなかなか可愛い顔してるんだよね。あー、そういう感じね。すごいいいと思うよ。でも言われるよね。でもね、よく可愛い顔してるねって言われるでしょ。どういう気持ちでこの会話聞いたらいい。だってあんまり、そ、いや、そこで停停されるくらいなら俺がもう代わりにレイドくんと停停するくらい。停停には関わらずにいられない男だ。変わらんやろが。じゃあね、ちょ、体育座りやめるわ。うん、俺もあぐらかくなるのよ。腰痛くなりますよ、椅子の上で。あぐらかいちゃうわ。いや、わかるわ。あるよ、ね、ちょっとわかんないわ。じゃあなんでさっきあぐらかいてたんだよ。これは分かりゃいい。なるほどね。王子と王子とお嬢様の禁断の愛だ。でもこれ三角関係だよ、ここ。確かに、やばいよ。